館。ペッパたちは博物館にやってきました。ダディ、博物館って何？とっても古くて面白いものがたくさん並んでる場所だよ。ダディより古いの？ああ、ダディより古いものばかりだ。じゃあすっごく古いね。昔のキングとクイーンが使っていたものが見られるお部屋もあるのよ。キングとクイーンのお部屋見たい。他の部屋では本物のダイナソーも見られるぞ。わあ、ダイナソーか。あら、マミピック。どうもミスラビット、チケットは何枚いるかしら？大人2枚に子供2枚。ダイナソーGo! それとダイナソー1枚。ペッパは昔のキングとクイーンのものが見たいようです。うわぁ、ダイナソー。でもジョージが見たいのは本物のダイナソー。泣かないでジョージ、すぐにダイナソーを見られるわよ。ペッパ、ここにあるのはみんな昔のクイーンが使っていたものよ。これはクイーンの特別な椅子、玉座って呼ばれているのよ。とっても綺麗だね。これはクイーンのドレス、すっごく素敵だね。ほら見てペッパ、これはクイーンの黄金の王冠よ。わあ、とってもキラキラしてる。マミ、クイーンのテレビはどこにあるの？昔テレビはなかったのよ。テレビなかったの？でもコンピューターはあったんでしょ？ないわよ、昔はコンピューターもなかったの。じゃあみんなは何をしてたの？マミ、もし私がクイーンだったら好きなだけケーキを食べられるんだよね。ペッパは想像してみました。おいしかった。他に何かいりますか、クイーンペッパ？そうね、ケーキのおかわりを。はい、ただいま。さあ、ほら行くぞ。ちょっと待って。ダディ、私はクイーンよ。お辞儀をしてからお話ししてね。ああ、これは失礼いたしました、クイーン。何をしてる人？あなたのダディです。それ面白そうね。はい、とっても面白いですよ。で、この部屋は何？ここはなんとダイナソーの部屋だよ。ダイナソーの部屋？ジョージ、ダイナソーの部屋だって。ダイナソー、ダイナソーはどこにいるの？この部屋のどこかにいるよ。見えないみたい。すっごくちっちゃいのかな。それがね、ペッパ、ものすごく大きいんだ。すごいだろう。これは本物のダイナソーの骨なんだよ。ダイナソーガージョージはダイナソーになった自分を想像しました。ガーガーキャー、ダイナソーが来る、助けて助けて。ガーガーガーこのダイナソーのお部屋はジョージの一番のお気に入りね。私のお気に入りはキングとクイーンのお部屋だよ。どうやらダディピッグもお気に入りのお部屋を見つけたみたいよ。それってどんなお部屋なの？ケーキが食べられるお部屋よ。ダディピッグのお気に入りは館内にあるカフェです。ほら座って。ほんとだね、とっても素敵なお部屋。しゃっくり。ペッパとジョージとダディとマミーが朝ごはんを食べています。外はとってもいいお天気。ペッパとジョージは早くお庭で遊びたくてたまりません。マミー、お外に遊びに行ってもいい？朝ごはんを食べ終わったら遊びに行ってもいいわよ。
ジョージ、そんなに急いで飲んじゃダメだよ。急いでジュースを飲んだジョージ、突然しゃっくりが出て止まらなくなりました。マミー、遊びに行ってもいい？ジョージのしゃっくりが止まったらね。しゃっくりならもう止まってるよ。そうでしょ、ジョージ。まあいいわ、遊びに行ってもいいけど、ジョージをよく見ててね。ペッパとジョージは庭で遊ぶのが大好き。ジョージ、私がボールを投げるからちゃんとキャッチしてね。ジョージ、しゃっくり止めてよ。ジョージ。じゃあ、今度はジョージが投げて、私がキャッチするね。ジョージ。おやおや、しゃっくりのせいでボール遊びができません。ジョージ、しゃっくり止めてあげようか。私を真似してね。頭を撫でながらお腹をさするの。オッケー、これでしゃっくりが止まるわ。ペッパのやり方ではしゃっくりは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる。いい？最初に3回ジャンプするの。片足でね。そしたら腕をバタバタしながら思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった、しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい、私ジョージのしゃっくりを止めたかったの。ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピッグがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。今日はとってもいいお天気。ペッパとジョージはお庭でピクニックです。はい、オレンジジュースよ、ダディ。なんて言うんだっけ。どうもありがとう、ペッパ。どういたしまして、テディ。はい、オレンジジュースよ、ミスターダイナソー。なんて言うんだっけ。ガウー。どういたしまして、ミスターダイナソー。テディとミスターダイナソーもクッキー食べる？お腹空いてないから、ペッパとジョージで全部食べていいよ。ありがとう、テディ。今のは何の音でしょう。ペッパ、ジョージ、
家に入りなさい。マミ、今の大きな音は何？雷の音よ。この音がしたら嵐が来てたくさん雨が降るの。早く雨が降る前にお家に入って。焦らなくて大丈夫だよ。雨雲はまだまだ遠い。空はどんどん暗くなっていきます。嵐がやってくるのです。ペッパ、ジョージ、お庭におもちゃを置いてこなかった？ダイナソー。よかった、ミスターダイナソーは大丈夫ね。テディ、テディをお庭に置いてきちゃった。雨で濡れちゃう。大丈夫だよペッパ、ダディが助けに行ってくる。じゃあ急いでダディピック、今にも雨が降り出しそう。嵐のことならよくわかってるよ。まだしばらくは降らない。ほらやっぱり、まだ当分雨は降らない。テディかわいそう、びしょびしょになっちゃった。ほんとかわいそうね。乾かしてあげましょう。テディかわいそう。もう大丈夫、乾いたわよ。あ、くし、ダディはかわいそうじゃないのか。すっかりびしょ濡れだよ。あら、ごめんなさいダディピッグ、すぐ乾かしてあげる。はい、いいわよダディピッグ、すっかり乾いたわ。うん、お家の中にも雨が降ってる。床が濡れちゃうよ。大変、どうしましょうダディピッグ。心配ないよ。ダディピッグは床にバケツを置きました。さすがねダディピッグ。朝飯前だよ。なんだ。急いで、その下にも何か入れ物を置きましょう。えらいぞペッパ。朝飯前だよ。マミ、今の雷すっごい音だった。二人とも怖がらなくても大丈夫だよ。光ってから音がするまで数を数えましょう。数がたくさんなほど雷が遠くへ行ってるってことだ。1、2、3。今のは3だ。1、2、3、4、5。今度は5だ。さっきより雷が遠くなった。嵐はもうおしまいね。やったー。嵐で庭には泥んこの水たまりができました。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。私、嵐って大好き。泥んこの水たまりができるんだもん。パシ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 。お留守番。マミーピックとダディピックがお出かけするので、グランマたちがお世話をしに来てくれました。グランマピック、グランパピック、グランマ、グランパ。二人ともこんばんは。おお、来たぞ。ペッパ、ジョージ、ほらベッドに入りなさい。おやすみ、ペッパにジョージ。おやすみなさい、よく寝てね。おやすみなさいマミ、おやすみなさいダディ。なんて可愛らしいんでしょう。いい？すぐに眠るのよ。はいマミ。本当にいい子たちだこと。マミーピックとダディーピックが出かけて行きました。ペッパとジョージは本当にいい子たちね。マミピッグに言われた通りすぐすやすや寝てくれて。今夜の留守番は楽そうだ。ジョージ、ジョージ、ねえ起きてる？
一体何の音でしょう。ちょっと様子を見に行った方が良さそうだな。ペッパー、ジョージ、起きてるの？あらま、驚いた。もう寝てたのね。そうか、それならさっきの音はペッパとジョージじゃなかったようだな。何の音もしないわね。今度こそ本当に眠ったんじゃないのか。さあテレビでも見るとしよう。ガーデニングアワー、今日はバラについて特集します。おお、私の好きなガーデニング番組だ。このキフツゲートは特にトゲの多いバラです。剪定するときはまず花首をカットしてから伸びてきた新しい枝を切り落とします。グランマピック、ペッパ、ジョージ、もう寝てなきゃいけない時間でしょ。ジョージも私も眠くないの。一緒にテレビ見てもいい？そうね、少しテレビを見ていたら眠くなるかもしれないわね。やったアイスランディックローズは目利きの園芸家たちに好まれる通好みのバラですが、温暖な気候ではしおれてしまいます。はあ、このテレビ全然面白くない。グランパピック、ねえねえ、あれやって。私を放り投げてキャッチするの。ああいいぞ、だが一回ずつだけだぞ。そうで、いや、ずいぶんと重くなったもんだ。いや、次はジョージの番だ。そうで、次私。それ、もっと高く。グランパピッグ疲れちゃったみたいよ。わかった、じゃあグランマピッグ鬼ごっこしよう。あはい、鬼捕まえてごらん。捕まえないよ。捕まえちゃうわよ。マミーピッグとダディーピッグが帰ってきました。二人ともちゃんと寝てるかしら。ただいま。誰もいないのかい？子供たちもよく寝てるけど、グランパたちもぐっすりだ。仮装パーティー。ペッパとジョージが仮装パーティーを開きます。お友達も呼んでいます。ペッパは妖精のプリンセスに、ジョージはダイナソーに仮装します。ダイナソー。ペッパの友達、猫のキャンディ、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカとポニーのペドロです。ね、スージーは看護師さんに仮装しています。やあスージー。ねえ、こんにちはダディピック。看護師さんがいてくれて助かった。病院から来たんだろ。私本物じゃないの、真似をしてるだけ。そうなのか。おやおや、君たちは誰だい？僕は海賊だよ。こりゃたまげだ。にゃお。私は魔女よ。みんなをカエルに変えちゃうんだから。ねえ、僕はピエロ。面白いピエロだ。で、君は何かな、レベッカ。私は人参。素晴らしいね。さあ入って、妖精のプリンセスとダイナソーがお待ちかねだよ。みんないらっしゃい。こんにちは、ペッパ。こんにちは、スージ。私はプリンセスのペッパよ。お辞儀をしてからお話ししてね。こんにちは、プリンセス。ねえ。私は看護師のスージ。では、お口を大きく開けて。あー。あー。ねえ。僕はピエロ。じゃあ、面白いことして。
レベカ、なんで人参の格好してるの？人参好きだから。ガウ、ダイナソー。は、怖い怖い、ダイナソーだ。ペッパは鏡を見つめています。鏡よ鏡よ鏡さん、一番美しいのは誰？あなたよ、ペッパ。ミャオ。こんにちは、ペッパ。こんにちは、私は妖精のプリンセスよ。私は魔女よ。ミャオ。私魔法の杖を持ってるの。私も魔法の杖を持ってる。あなたをカエルに変えちゃうよ。私があなたをカエルに変えちゃうの。ダイナソー、ガーおやおや、ジョージは自分の姿に驚いたようです。もうジョージったら、鏡に自分が映っただけよ。ガオ。それじゃみんな、今日は誰の仮装が一番良かったか決めるわよ。審査員は誰かな？私です。今日はペッパのパーティーだから、審査員はペッパにやってもらおう。やった、私が審査員。ダディ、審査員って何？誰の仮装が一番良かったか決める人だよ。わあ、すごい。ペッパは誰が一番良かったか考えます。スージー、あなたの格好もっとよく見せて。ねえ。私は看護師のスージー、みんなの病気を治すの。とっても素敵よ、スージー。次はダニー。僕は海賊。こりゃあ、たまげた。次はキャンディ。ミャオ。私は魔女。あなたをカエルに変えちゃうわよ。私は妖精のプリンセス。あなたをカエルに変えちゃうよ。ほら、よしなさい。ごめんなさい、マミ。次は誰？僕はピエロ。面白いピエロ。次はレベッカ。私は人参。かわいいね。それから弟のジョージ。怖い、ダイナソーなんだよね。ガウェ。みんなとってもいいと思います。やったー。じゃあ誰が一番か発表して。わかった。えへん、一番良かった人は私。ペッパ、審査員は自分のことは選べないのよ。え、そうなの？もう一度誰が一番か選んで。わかった、一番は人参さん。おめでとう。ありがとう。ペッパは仮装パーティーが大好き。みんな仮装パーティーが大好きです。暑い夏の日、太陽が照りつけて今日は暑くなりました。よく晴れて暑いわね。ペッパとジョージは長靴を履いてドロンコの水たまりへ。ドロンコの水たまり大好き。あれ？おやおや、日差しが強いので水たまりが乾いてしまいました。マミー、ダディ、水たまりが全部乾いちゃって飛び込めないの。大丈夫よ、ペッパ。今日は暑いから代わりにビニールプールで遊べばいいわ。やった、ビニールプール。それじゃまずは水着に着替えないとね。はい、マミペッパとジョージが水着を着てきました。マミーピックも水着を着ています。そしてダディーピックも水着を着ています。日差しが強いから日焼け止めを塗りましょう。ベタベタして気持ち悪い。それくらい我慢しないと。そうよ、今日はみんな日焼け止めが必要ね。行こう、ジョージ。ビニールプールに空気を入れるぞ。ダディピックが空気を入れます。朝飯前だよ。ペッパがホースを構えるとマミーピックが蛇口をひねります。お水が出ないよ。ペッパとジョージはビニールプールが大好きです。
暑い時期、ミスラビットはアイスクリームを売っています。マミーたち、アイスクリームを食べてもいい？そうね、今日はとっても暑いから食べてもいいわよ。やったダディの分も頼んだよ。みんなアイスクリームが大好き。こんにちは、マミーピックとペッパにジョージ。どうもミスラビット。どのアイスクリームにする？じゃあコーンに乗ってるのをください。はい、どうぞペッパ。ありがとう。じゃあ私とダディの分もコーンでお願いします。さてジョージ君はどれがいいのかな？ダイナソー。ダイナソー？ジョージったら、ジョージは何にでもダイナソーって言うんです。そう、ちょうどよかったわ。ダイナソーの形のアイスキャンディーがあるのよ。ダイナソーガウ。ジョージ、溶けちゃうから早く食べなさいね。ダイナソー。ダイナソーのアイスキャンディーが気に入ったジョージは食べようとしません。ありがとう、ミスラビット。夏を楽しんで。ジョージ、早く食べないとダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落っこちちゃうわよ。おやおや、ダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落ちてしまいました。泣かないでジョージ、ダディの分けてもらいなさい。きっといいよって言ってくれるわ。暑い中ダディピックは眠ってしまいました。ダディピックは暑そうね。お水をかけて冷やしてあげようよ。それがいいわね、ペッパ。うわぁ、なんだなんだ。赤い顔して暑そうだったからお水をかけてあげたの。ああ、そうか、ありがとうペッパ。見て、水たまりができてる。いくよジョージ、長靴を履いてこよう。ペッパとジョージが長靴を履いてきました。二人が何よりも好きなのはやっぱり水たまりで飛び跳ねることです。ダディ、写真を飾る。マミーピッグが持っているのはペッパとジョージの写真。新しく撮った写真を壁に飾りましょう。ああ、任せて。ダディは DIY の名人なんだぞ。本当に頼んで大丈夫？もちろん。壁に釘を打って写真をかけるだけだろ。お願いね。グランマたちの家に行ってくるから、あとはよろしく。それと散らかさないでね。任せて。じゃあね。いってらっしゃい。タジ、私たちもお手伝いしていい？じゃあよく見てて、どうやるのか覚えるんだよ。まずはメジャーを取り出す。それと鉛筆。よし、ここに釘を打つとしよう。壁を壊さないでね。今度はハンマーと釘を取り出す。危ないからそこで名人の技を見ていなさい。ダディピックが壁に釘を打ち込みます。壁を壊さないでね。壊すわけないだろう。簡単簡単。おっと、ひびが入っちゃったぞ。壁に大きなひびが入ってしまいました。もうダディ、壁を壊しちゃったじゃない。これくらいわからないよ。写真を飾っちゃえば。ほらね。でもひびが見えてるよダディ。そうだな、一旦釘を抜いてひびを直そう。散らかしちゃダメだよダディ。大丈夫だよペッパ、すぐ抜けるから。うわもうダディ本当に首を壊しちゃったじゃない。マミーに分かっちゃうよね。あ、きっと分かっちゃうだろうね。ジョージ、早く。何をしに行ったんだろう。ダディ、ここから見えるよ。マミーピッグが帰ってくる前に壁を直さないと。レンガを取って。まずはレンガで壁の穴を塞ぎます。ハ
よし次にレンガをセメントで固めます。簡単簡単。そしてペンキを塗ります。元通りだ。完成です。やったでもお家の中は散らかり放題。これはまずいぞ。もうすぐマミーが帰ってくるのに。まずはペッパとジョージをきれいにします。ペッパが掃除機をかけて、ダディピックは道具をお片付け。マミー、マミーが帰ってきました。マミー帰ってきちゃった。よし、何にもなかったふりをして。ただいま。おかえり何をしていたの？別に何も確かに何もしてなかったみたいね。写真を飾るんじゃなかったの？ダディピックは写真を飾るのをすっかり忘れていました。いいわ、マミーは名人じゃないけどこれくらいなら簡単。できた。確かに簡単そうだな。ダディがやった時は大変だったのにね。しっ、ペッパー、それは内緒だ。ダディ、運動する。マミーピックがテレビを見ながら運動しています。はい、手足を曲げて伸ばして、曲げて伸ばして。テレビって最高だよな。何の番組だい？体を鍛えるエクササイズの番組よ。ダディには関係ないな。ダディの体は完璧。でもそうは見えないよ、ダディ。その布が大きすぎるでしょ。すごいんだぞ。見せてやろう。どうすればいいんだ？つま先に触って、こうやるの。簡単。ダディ、つま先に手が届かないふりしてもダメだよ。ふりをしてるわけじゃないんだけど。ダディピックは本当に手が届かないようです。そうなの？ダディ、それは良くないね。少し運動した方が良さそうだな。そうだよ、ダディ。よし、やるぞ。明日から。ダディピック、今すぐ運動しないとダメよ。大丈夫よ、ダディ。私が手伝ってあげる。そうだな、頼むよ。ペッパ、お前がダディのコーチだ。何からやればいい？じゃあ、最初は腕立て伏せね。簡単だ。1、2。どうだい？上手だよ、ダディ。それじゃあこれをあと100回やってね。100回もやるの？そうだよ。ペッパー、ランチの準備を手伝って。ダディも手伝うよ。ダメだよ、ダディ。ダディは腕立て伏せを100回やるの。マミーピックとペッパとジョージはランチの準備中。ダディピックは腕立て伏せを続けています。ダディすごく頑張ってるね。頑張りすぎないといいけど。見に行ってくる。13 14 15 16 17。ダディったらズルしてる。腕立て伏せしてないじゃない。なあ、その面白そうなテレビをやっていたんだよ。怠け者ね。マミーが前に使ってたエクササイズバイクはどう？なあ、これなら楽しそうだ。自転車を漕ぎながら大好きなテレビを見られるぞ。やっぱりダメだな。自転車がうるさくてテレビの音が聞こえないよ。だけど何か運動しなくちゃ。わかった。私の自転車使えばいいよ。そうね、外の空気を吸った方がいいわ。ダディがペッパの自転車に乗ります。ダディ、これがペダルで、これがブレーキで、これがベルね。わかってるよ、ペッパ、ありがとう。じゃあな。楽ちん楽ちん。体を鍛えるのは大変です。これなら漕がずに鍛えられるぞ。
どんどんスピードが上がります。おお、スピードを落とさないと。だー、ブレーキが効かないぞ。助けて。あああああ、ダディピックはまだ戻ってきません。マミー、ダディどうしたのかな。大丈夫よペッパ、ダディはきっと楽しくてつい遠くまで行っちゃったのよ。ダディ、どこへ行ってたの。行きはピューッと走って降りたんだけど、帰りは自転車を押して上がってきた。まあ大変だったわね。とにかく運動はできたよ。ええ、今日の分は。どういう意味？明日はもっと運動しないとね。ダディ、体を鍛えるなら毎日運動しないといけないんだよ。嘘だろ。大丈夫よ、ダディ、私がコーチしてあげる。ほんと、厳しいコーチだ。おねむなプリンセス。おやすみの時間です。ペッパとジョージはベッドに向かいます。二人ともおやすみなさい。マミー、ダディ。なにペッパ。私眠くないの、お話聞きたいな。でもジョージは眠そうだよ、また今度にしよう。ジョージ、お話聞きたいよね。うんって言って。わかったよ、お話をしてあげよう。でも一つだけだぞ。ダディピッグのお話が終わったらちゃんと眠ること、約束よ。約束する。それじゃあ今夜はおねむなプリンセスのお話をしよう。そのお話面白いの？なんだかつまんなそう。そんなことないさ、とっても楽しいぞ。ちっちゃいプリンセスが出てくるお話？ペッパ、聞いてばかりいるとお話が始められないわよ。ごめんなさいマミ。ダディ、そのお話にちっちゃいプリンセスは出てくる？ああ、小さなプリンセスが出てくるよ。おねむなプリンセス。昔々あるところに小さなプリンセスが住んでいるお城がありました。プリンセスはおねむなプリンセスと呼ばれていました。ダディ、なんでそう呼ばれてたの？それは後でわかるよ。おねむなプリンセスって可愛いの？ああ、とっても可愛らしくて、鏡で自分の姿を見るのが好きなんだ。私ってほんと可愛い。お城には他に誰がいるの？ああ、そうだな。お城に一緒に住んでいるのは小さなプリンスとクイーンマミーとキングダディ。その通り、みんなで一緒にお城に住んでるんだよ。キングダディのお腹は大きいの？そんなわけないだろう。キングはかっこいいんだ、ダディみたいに。それからお城のそばにはドラゴンもいる。ダイナソー。ダイナソーか。ああそうだった、ドラゴンじゃなくてダイナソーがいるんだ。お城の近くにとても大きくて怖いダイナソーが住んでいる。あらま、ダイナソーはそんなに怖くないんじゃないの、ダディピッグ。ごめんごめん、そうだな、そのダイナソーはとっても優しいんだ。いつも美味しそうに草を食べてる。ダディピッグ。ああ失礼、ダイナソーになりきってた。ダディ、なんでそのプリンセスはおねむなプリンセスなの？これから話すよ。一日が終わり、日が暮れて、月と星が輝き始めると、みんな眠くなってくる。中でも一番眠そうなのはこのおねむなプリンセスだ。ペッパ、眠くなったのか？眠くないよ、全然眠くないもん。ジョージはどうかしら？ジョ
ジ、起きて。お話、最後まで聞かなくちゃ。ペッパは眠くないようだけど、お眠なプリンセスは眠かった。一日中鏡を見ていたからすっかり疲れてしまったんだ。はあ。ベッドへ連れて行ってあげよう。おやすみ。お眠なプリンセスはとっても眠かったので、すぐにぐっすりと眠り込んでしまいました。素敵なお話ありがとう、キングダディ。どういたしまして、クイーンマミー。プリンスとプリンセスも楽しかったみたいね。パンケーキ。ティータイム。マミーピッグから嬉しいサプライズです。今日はパンケーキを作るわね。パンケーキか、美味しいんだよな。パンケーキ大好き。みんなパンケーキが大好きです。パンケーキをひっくり返すのは得意なんだ。任せておいて。本当に大丈夫？この前はパンケーキを床に落としてイライラしてたけど。イライラなんかしてないよ。フライパンの調子が悪かったんだ。マミ、パンケーキ作るのお手伝いしてもいい？それじゃあ一緒に生地を作りましょう。まずボウルに小麦粉を入れるわね。次に卵、牛乳を入れてよくかき混ぜるの。マミ、かき混ぜていい？ええ、いいわよペッパ。ペッパはかき混ぜるのが大好き。ジョージもかき混ぜたいようです。ジョージ、こうやるのよ。はい、それぐらいでいいわよ。マミーがパンケーキを焼くから座って待っててね。マミーピッグがパンケーキをひっくり返します。すごい。もっと高く放り上げなきゃ。じゃあ自分の分を焼くときにやってみせて、ダディピッグ。1枚目はジョージの分。マミーピッグがパンケーキにシロップをかけます。おいしいね。これはペッパの分です。すごい。もうちょっと高く放り上げないと。だったら自分の分を焼くときにやってみせてちょうだい、ダディピッグ。シロップかけて。おいしい。これはマミーピッグの分。すごい。まだまだ、もうちょっと高く放り上げなきゃ。次はダディピッグの分だから、どうやればいいのかやってみせてちょうだい。とってもおいしい。みんなよく見てろよ。パンケーキをひっくり返すときは高く放り上げるのがコツだ。1、2の3、それ。ダディったら。ああ、ちょっと高すぎたみたいだね。あら、まあ大変。最後のパンケーキだったのに。取ればいいんだろ、取れば。おやおや、パンケーキに手が届きません。大丈夫よ、ダディピッグ。私たちが取ってあげる。さあ、2階に行きましょう。こっちよ。一体何をするつもりなのでしょう。じゃあいい？1、2の3でみんな一緒に飛び跳ねるわよ。1、2の3、ジャンプ。何をやってるんだろう。大成功。パンケーキが落ちてきました。ダディの顔になってるよ。ダディピッグ、シロップかける。ああ、頼むよ。
1、2の3、それ、こりゃ美味しいね。私の誕生日パーティー。今日はペッパの誕生日です。まだとっても朝早いのですが。私の誕生日起きて、私のお誕生日よ。お誕生日パーティーをするよ。ダディがマジックのショーをやるの。行こう、ジョージ。マミーとダディを起こさなきゃ。マミーとダディはまだぐっすり眠っています。私のお誕生日よ、起きて。おう、なんだ。今何時なの。とっくに朝よ。まだ朝の5時じゃないか。そう、もう今日が始まってるの。わかったわ、お誕生日を始めましょう。やったマミーとダディとジョージからペッパにお誕生日プレゼントです。ハッピーバースデーペッパー。うわ、なんだろう。お人形のドレスだ。テディが着られない。どうもありがとう。どういたしまして。テディが女の子だったとはね。ダディったら、テディは女の子よ。とっても素敵なドレス、ありがとう。どういたしまして。よくしちゃダメだよ。この後何するか知ってる。知ってる。お友達が来てパーティーをするの。ダディがマジックショーをしてくれるの。みんなマジシャンがダディだとは気づかないよ。ダディはマジシャンのアメージングミステリオだ。メージンミステリオ。そうだ、アメージングミステリオ。ダディは1週間も前から練習をしてたのよ。お友達が来た。わーい。ペッパのお友達、猫のキャンディ、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカとポニーのペドロです。みんないらっしゃい。ハッピーバースデーペッパ。ねえ、ねえ、さあみんな、パーティーの始まりよ。ダディピックがマジックショーを始めます。ペッパ、なんていうか覚えてる。皆さんご注目、こちらがマジシャンアメージングミステリオだ。わかった、ダディ。皆さんご注目、マジックダディです。イエーイ。まずはこのマジックから。アブラカダーブラ。うわ、テディだ。次のマジックは誰かにお手伝いしてもらいたいんだけど。私は、私は、私は。一人だけでいいんだ。お嬢さん、手を貸してもらえますかな。あなたのお名前は。ねえ、スージーシープです。ではスージー、ここに3つのボールがある。赤と青と、そして黄色だ。わかった。この中の一つを選んでくれるかな。私は後ろを向いてるから。わかった。一つ選んだかい。選んだ。アブラカタブラ、君が選んだのは黄色だ。違う。アブラカタブラ青。違う。アブラカタブラ赤。当たり。そう、赤よ。すごい。このマジックダメね。ダディ全部の色言ったでしょ。シッ、ペッパー、誰にも言うなよ。もっとマジックを見たいかな。見たい見たい。目を閉じて。見ちゃダメだぞ。魔法の呪文を唱えよう。アブラカダブラ。アブラカダブラ。では目を開けて。やった、バナナのバースデーケーキだ。キャンドルを吹き消して。イエーイ、ハッピーバースデーペッパー。みんなありがとう。今までで一番素敵なお誕生日。
プレイグループ。ペッパとジョージはプレイグループへ向かっています。ジョージは今日が初めてです。ジョージ、プレイグループへ行くの楽しみだろ。ダディ、私のプレイグループにジョージはちっちゃすぎるんじゃない？大丈夫だよペッパ。ペッパもついてるし、ダイナソーも一緒だからね。ゴー、ダイナソー私、おっきい子たちと遊びたいの。ジョージやダイナソーじゃなくて。おやおや、ペッパはジョージに来てもらいたくないようです。さあ、着いたぞ。ダディ、本当にジョージも一緒に行くの？大丈夫だよ。わかった。ジョージ行こう。じゃあね。みんなのお世話をしてくれるのはマダムガゼルです。おはよう。私の弟のジョージです。おはよう、ジョージ。ねえ。ねえ。ねえ。私もジョージみたいな弟が欲しいな。本当に？どうも、僕はダニードッグ。それってダイナソー？これおもちゃのダイナソーだよ。ガオー、ダイナソー。それ最高だね。ダイナソー、ガオー。ダイナソー、ガオー。あら、怖いわね。ジョージ、最高だね。ジョージは私の弟。ほんと最高なの。ペッパは弟のジョージが自慢です。では、ジョージにお絵かきの仕方を教えてあげましょう。ジョージはお絵かきが苦手なの。じゃあ、ペッパが手伝ってあげてね。はい、私上手にできる。お花の描き方を教えてあげるわね。ジョージ、今日はお花の絵の描き方を教えてあげるね。じゃあ、大きな丸を描いて。違うよ、ジョージ。その色じゃないでしょ。その周りに花びらを描くの。ジョージ、形が違うでしょ。で、茎と葉っぱをつけるの。完璧。ジョージ、全然違うじゃない。何を描いたのかしら。私はお花を描いたの。上手に描けたわね、ペッパ。そしてジョージが描いたのはダイナソーね。ガオー、ダイナソー。最高だね。それじゃあ、このジョージとペッパの絵を壁に飾りましょうね。イエーイ。ペッパ、あなたの弟はとっても絵が上手なのね。そうなんだ。パパやママ、おじいさんがみんなを迎えに来ました。またジョージを連れてきてもいい？ええ、また素敵な絵を描いてもらいましょうね。ジョージ、次はどんな絵を描いてくれるの？ダイナソー、ゴーまたダイナソーを描いてくれるのね。今度はみんなにダイナソーの絵の描き方を教えてね。それ最高。ほんと、最高だね。最高。かくれんぼ。ペッパとジョージはかくれんぼをしています。ジョージが隠れる番です。ペッパが数を数え終わる前に隠れる場所を見つけないと。1、2、3、4、5。
6 7 8ジョージは隠れる場所を見つけました。10隠れたかな？いくよ。ペッパはジョージを探します。見っけ。ジョージを見つけました。ジョージ、それじゃあすぐ見つかっちゃうよ。次はペッパが隠れる番。1、2、3。マミーが数えてあげるわ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいわよジョージ、目を開けて。ジョージがペッパを探します。あれ、ペッパはテーブルの下にはいません。ジョージ、2階を探してみたらどうかな。ベッドの下にはいません。今のおかしな音は何でしょう。カーテンの後ろにもいません。またおかしな音がしました。一体何の音でしょう。ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1、2、3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5、6。ジョージ、こっちへおいで。7、8、9、10。隠れたかな？いくよ。あれ？ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい？どこにいるかわかった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ？カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう。ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかしてこの新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ、見っけ。まあジョージ、いいところに隠れたわね。ジョージはダディピックの新聞の後ろに隠れていたのです。グランマピックとグランパピックはペッパとジョージのために宝探しの準備中です。グランマピックは宝の地図を描いています。グランパピックは庭に宝物を埋めています。グランパピック、終わりました。もうすぐペッパとジョージが来ちゃいますよ。そう焦らんでも平気だよグランマピック。ペッパたちがやってきました。グランパピック急いで、もう着きましたよ。おう、もう終わるよ。なんとか埋め終わったようです。グランパピック、こんにちは。ゴーボー、二人ともよく来たわね。グランパピック、ゴーボー。
よう来たな、皆の衆。ペッパ、ジョージ、今日は宝探しをしましょう。庭のどこかに宝物が埋まっているんだよ。うわぁ、宝物？どこにあるの？それを自分で探すんだよ。これが宝のありかの地図よ。ジョージには海賊の帽子をあげよう。よ、いいぞ、キャプテンジョージ。この地図わかんない。ダディ、手伝って。任せなさい。地図を見るのは得意なんだ。あー、これは難しいな。ダディピッグ、それじゃダメよ。上と下が逆さま。そうだと思ったよ。なんだ、簡単。赤いバツ印のところに宝物があるのね。でもリンゴの木が2本ある場所はどこだろう。わかんない。ヒントが欲しい？欲しい欲しい。一つ目のヒントは瓶の中よ。さて瓶はどこかしら。あそこにあるよ。一つ目のヒントを発見。瓶の中に入っています。ねえねえ見て、瓶を見つけたよ。すごいぞペッパー。どれどれ、なんだって？おお、これは海賊からのメッセージだ。マミ、海賊からのメッセージ読んで。この海賊の字読みにくいわね。いや、なかなか味のあるいい字じゃないか。なんて書いてあるのか読めないわ。いや、はっきり読めるだろ。矢印をたどれって。矢印をたどれ。ジョージが2つ目のヒントを発見。小枝でできた矢印です。見て、あっちにもある。矢印をたどって進んでいきます。見て、ジョージ、鍵だよ。ペッパが次のヒントを見つけました。鍵です。やったわね、ペッパ。あとは宝箱を見つけ出してその鍵で開けるだけよ。だけどもうヒントがない。地図をもう一度よく見てごらんなさい。見て、ペッパ、リンゴの木が2本並んでるでしょ。これリンゴの木だ。これもリンゴの木。じゃあ宝物はここだね。よし、掘ってみよう。おかしいな、掘っても何も出てこないぞ。ちょっと待った、この下に何かある。うわぁ、宝物だ。すごい、すごい、よく見つけたな。この鍵で開けるね。うわぁ、これはすごい。金のコインじゃないか。かなりたくさんあるぞ。いやー、ところがどっこい、これは金のコインじゃないんだよ。ほらな、中身はチョコレートだ。チョコレートのコインはみんなに一つずつよ。やったペッパとジョージはチョコレートのコインが大好き。グランマ、グランパ、宝探しとっても楽しかった。